おはようございます。フォルテです。おはようございまっちょか。おはようございまっちょ、フォルテです。本日は、4月22日です。今日は、東京でコンサートがあるので、朝から、東京に行きます。感染対策しっかりして、コンサートを成功ね、させていきたいなと思います。で、ショパンの曲をたくさん弾くので、今から朝練を、ちょっとね、スタジオでしてから行っていきたいと思います。たっくんです。たっくん、行ってきます。パパだよ。はい。はい、それでは練習していきます。まあ、朝なんで超ゆっくり、スーパースローに音楽をね、じっくりやっていこうと思います。はい、今ね東京に着いたのでちょっと今から初折りのショールームで、今日のコンサートに向けて練習してきます。はあ、ちょっと酔いそうなんでね、画面が。じゃあまた後で。着きました。それでは練習してきます。はい、今からね、今現在が、3時ぐらいなんですけど、夜のコンサートに向けて練習をしていこうと思います。今日本番で弾くのは、パッツ折りのフルコンサートピアノ278です。で、今練習してるのは308ってね、278よりも大きいやつなんですけど、同じような感覚ですので、ちょっと研ぎ澄ましていきたいなと思います。そうそう、頑張っていきます。研ぎ澄ますというかね、本番に向かって頑張っていこうと思います。Thank you.
今日弾くプログラムは、まあ、船歌、英雄ポロネーズ、スケルツォ2番、子犬のワルツ、ノクターン2番、あとはバラード1番、あとは10の1、あとは僕の歌。見てくれて、ちょっとね、そういう感じですね。で、まあ、今回はショパンに注目したプログラムなんですけど、5月の29日にもまたコンサートやらせてもらいまして、東京で土曜日ですよ。そこでは愛の曲に注目して、愛の夢だったり、あとは変形だったり、ラ・カンパネルだったりね、まあ名曲をたくさん詰めて、でショパンの新しい曲も入れてコンサートをやる予定です。もちろんショパンのバラードとスケルツォ2番も入ってますのでね、皆さん楽しみにしておいてください。そして、今日4月22日のコンサートでは新衣装をね出す予定です。真っ赤真っ赤真っ赤なフォルテあっちよ。そうですね、まあ熱く演奏していこうと思ってるので、今回はね真っ赤の衣装を用意しましたので、皆さんにね、はい、ストップ赤信号フォルテですってね、これ以上暴走するな赤信号フォルテですよっていう感じでね、美しい音楽を届けていこうと思っておりますのでね、楽しみにしておいてください。まあこの動画が出るのはもう楽しんだ後だと思いますが、はい、というわけでね、5月29日と、あとオンラインコンサートも皆さん5月1日ありますので見てください。じゃあちょっと練習していきます。はい、皆さんこんにちは、フォルテです。今楽屋の裏なんですけど、あともうちょっとしたら僕のコンサートが開催されます。まあ今会場中で開演されますか。で、今回のお衣装の説明、真っ赤、全体的に真っ赤で、中のシャツが黒です。どうでしょう、新衣装です。かっこよくないですか。まあ、僕はねちょっとね、こういう新しいものにも挑戦していきたいなと思い、今回真っ赤を選んでみました。ちょっと今回ね、これ生地がごついので、見せるの忘れてました。これ中がねトランプ柄になってます。でね、この生地はちょっとね、ごついので、まあ夏には着れないかなっていうので、ちょっとね、見納めたいと、今回のコンサートで納めたいなと思います。それでは行ってきます。ありがとね、よければグッド乗せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。